シェルダウ。さあ、ここで愛川町の話題をお届けしましょう。7月25日の日になります。外国人との多文化共生に取り組みを進める自治体の視察として、愛川町ではウガンダ共和国の政府高官と JICA が愛川町を訪れ、小野沢町長を表敬訪問し、愛川町の視察しました。まあ、今回の訪問はアフリカで最も難民を受け入れているウガンダ共和国が外国人難民との共生を進めるにあたり、自治体の多文化共生の先行的な取り組みを視察するもので、神奈川県内で最も外国人の人口比率が高く、さまざまな多文化共生の取り組みを進めている愛川町が視察に選ばれました。表敬訪問ではウガンダ共和国のマリス財務計画経済開発省、まあ、日本でいうと財務省ですね、総局長ほか、マゴナ・イシュマル財務計画経済開発省総務局長、ダグラス・アシュインムウエ首相府難民局局長、ヘレン・ブガーリ首相府総括包括難民事務局事務局長、などが訪れたということ、あと JICA の職員の皆さんも訪れたということでございます。まあ、小野沢町長、愛川町の小野沢町長を表敬訪問した後に、宮ヶ瀬ダム、こちらですね、宮ヶ瀬ダムにも来ておりますし、内陸工業団地、こちらも視察しております。で、神奈川県内から多くのラオス人が集うラオス文化センター、これ愛川町見ませんありますね、こちらを訪れ、共生の取り組みや日本人町民と外国人との関わりについて視察をしたということでございます。それではこの表敬訪問から愛川町小野沢町長のコメントです。皆さんこんにちは。こんにちは。 Good afternoon to everybody. 町長の小野沢です。 My name is 小野沢。 I'm the mayor of 愛川 town. 今日はウガンダ共和国の皆さん、そして JICA や GIZの皆さんにはですね、こうした暑い中をこの愛川町までお越しをいただきまして大変にありがとうございます。この愛川町を視察場所にですね、選んでいただきましたこと、町としても、大変に光栄に思って、おりますし、心から皆さんをですね歓迎を申し上げる次第でございます。後ほど本庁のですね紹介があろうかと思いますけども、皆さん今日東京の方から来られて、いるわけでございますけど、まあ、都心から50キロ圏内にこの愛川町ございます。そして人口が約4万人、このうちですね、外国人住民の皆さんは3200人住んでおられます。率にしますと約 8% ということで、その率では神奈川県内でトップでございます。そうした中で、多文化共生の町としてですね、この愛川町、これまでもさまざまな取り組みをしてきているわけでございますけども、来月の8月の20日になりますけども、これから皆さん視察に行っていただきます工業団地のですね、ちょうど真ん中の路線を歩行者天国にしてですね、野外フェスティバル、これを4年ぶりに、ちょっとコロナがありましたんで4年ぶりに、開催をしていく予定となっておりますので、またぜひですね、時間があれば、もう今週帰られちゃうか、ね、皆さんお越しをいただければ嬉しく思います。こうして、皆さんに、お会いができますことは、これも何か一つのご縁で、ございます。今日は限られた時間ではございますけども、本庁の多文化共生のですね取り組みの紹介、そして、現地視察も組まれているようでございますので、また少しでもね、皆さんのお役に立てばと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
さあ7月25日愛川町役場で行われました愛川町とウガンダ共和国 JICA の視察での愛川町小野沢町長の挨拶でございました。続きましてはウガンダ側に行きましょう。ウガンダ共和国マリス・ワニエラ財務計画経済開発庁総局長の挨拶です。 Good afternoon. こんにちは。Thank you very much, Mr. Onizawa-san and the team from the town council of Ikowa town. Ikowa town. Thank you very much for receiving us this afternoon. We are actually glad to see that you are still awake at this time when it is very hot like this. Some people will be resting. But thank you so much for receiving us. We are actually looking forward to the field visit this afternoon. Before that, I also want to extend our appreciation from the government of Uganda. I'm here with colleagues from the Office of the Prime Minister, from the Ministry of Local Government, Ministry of Finance, and then our colleague from GIZ. We are forming the team that has come here today to really experience with you how you handle the issue of refugees. I hope you may be aware Uganda is also one of those countries that is hosting refugees. We are the first country in the world, in Africa. Then I think third in the world in terms of the hosting refugees. I think we share a lot in common in terms of multi-culture. If you look at Uganda, we have more than 50 different cultures for the people of Uganda alone before we look at the ones that we are hosting. So we tend to also share experiences. Not in the form that you have when you organize a big function, but it is also a good experience when we go to different parts of the country, see how their cultures are. They are different when they are conducting marriage, it is different when they are having children, they celebrate differently. During harvest season, it is different. So it's an occasion that people usually really enjoy.本日は、まず最初に本日私ども受け入れてくださったことを大変心より感謝いたします。小野沢町長様、そして町役場の皆様、今日こういった機会を与えてくださることは本当にありがたいと思っておりまして、今日のこの施設を大変楽しみにしてまいりました。で、本当でしたらこの暑い午後ですので皆さんお休みがされている時間かと思われますが、こうして私どものために時間を使ってくださっていることを大変感謝申し上げます。ウガンダ政府から今日はさまざまな異なる省庁から代表者が来ております。ウガンダの首相府、そしてウガンダの地方自治省、そしてウガンダの財務省からも参っております。またドイツ の開発公社からも一人参っております。私どもこのチームとして今回派遣させていただき派遣されておりますが、ウガンダ政府を代表いたしましてまた心よりお礼を申し上げたいと思います。すでにご存知かもしれませんけれども、ウガンダは現在アフリカで最も多い数の難民を受け入れている国です。で、難民の数は世界でも第3位と言われています。ですからぜひ町愛川町における難民の受け入れの取り組み、外国人受け入れの取り組みなどについての知見を学ばせていただきたいと思っております。また外国人を受け入れるという点で私どもはおそらく共通のさまざまな課題に直面していることであろうと思います。例えば多文化共生の問題では、ウガンダには現在50以上の異なる文化が共存しております。文化が違えば例えば結婚の仕方も子育ての仕方もまた収穫期も異なります。こういった多文化の人たちと共生するにはどうやったらいいのかということを、経験を双方で共有できればありがたく思います。7月25日愛川町役場で行われましたウガンダ共和国と JICA が愛川町を視察しました。その時の、ウガンダ共和国マリス・ワニエラ財務計画経済開発庁総局長の挨拶、一部でございました。
相川町はこの間ドミニカからもね交換が来ておりましたし、さっき言った通り神奈川県内では多くの外国人を受け入れている町でもあるということですけど、まあ、ウガンダ共和国の皆さんにはどのように映ったんでしょうね。ウガンダっていうと東アフリカの方になるのかな、ね、なかなかこう相川町には、ね、ウガンダの方お一人住まれてるという話がありましたけど、なかなかこう日本にはね、まあ、馴染みがない国でもありますけどね、こうやってそういった国の人がわざわざ相川町まで来て多文化共生の取り組みを視察するっていうのは、これはまた一つ、まあ、誇らしいことでもありますね。さあ、これからまたこの相川町とウガンダがいい関係になることを願っております。この時間は7月25日行われましたウガンダ共和国と JICA が多文化共生の取り組みに共感し相川町を視察した話題でございました。我らヒルダウ。